はいどうもこんばんは、トレインです。本日もご視聴ありがとうございます。マリオカート8デラックス実況プレイやっていこうと思います。すいません、今回はしずえさんを使っていこうかなと思います。まあ、なんで使うかって言ったら、まああれですよね、あつ森が発売されてまだね間もない時期ですので、まあせっかくなら使っていこうということで使っております。ちなみに昨日のね動画見てくれた方ならわかると思うんですけど、プロコン壊してですね、昨日ジョイコンで実況撮ってたんですけど、無事にね、どこだったかな、上新行って、まあ、しっかり、まあ、定価だったんだけど、定価でしっかりねプロコンを買ってまいりました。まあ、おかげでね今ものすごいね、なんだろう、このプロコンで今日初めてマリカやるんだけどね、ものすごいスムーズにねスティック入力できてね、もうなんかね負ける気がしないぐらいね操作しやすいわこれ。めっちゃ楽しいっす。まあそんなこんなでやっていきます。するよいしょい。あーこれダブル割りたかったけどちょっと割れなかったな。まあいいでしょう。よいしょ、しっかり。お、いいね、ダブル、ダブル出てくれるの非常に美味しい。まあこれだったらもう防御優先でいいかな。なんか2位の人に赤コーラ飛んでるんで、まあもしかしたら争いが生まれる可能性がありますね。これはちょっと美味しいかも。ここは UMT 貯めて、あー危ない危ねえ。ぶつかるところだった。まあ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 、なんとかなっていくと。さあ、後ろの人が赤コーラ引いたな。あれ、ちょっと怖いな。まずはしっかりここをね、乗って。あ、やばい、時計像来た。さすがにこれきついな。さあ、後ろを見て。いや、これはいける。これはこの、なんだろう、静江さんの復帰力を生かして、ゴリゴリ行く。おいよいよいよ。ほい。当たんないかな。当たってるっぽいね。よーしよしよしよし。えらいよ。ちょっとアイテム取り逃したのが痛いな。まあ、これで赤コーラが飛んできたら非常にまずいんだけども、まあ、飛んでこなかったら勝ち、飛んできたら俺のミスになるだけ。まあいいよいいよ。あのバナナ当たったのが本当にでかいな。危ない。なんとかギリギリで乗っていくと。よいしょ。さあしっかり乗っていいよ。こうあれだね、トゲゾウの復帰力もうなんかこの静江さんだからこそ勝てたようなレースになったかもしれないですね。はい、1位対戦ありがとうございました。さあ2レース目はリンリンメタルですね。結構リンリン、おー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 おお、めっちゃ押される。あ、危ない危ない、あのルイージケツ危ないよ、ケツ危ないよ、危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、なんとか当たらずに済んだ。おお、そっち行くのね、意外意外意外。よいしょ。おお、赤には強いな。これもう誰も抜かせないっしょ。これ誰々走っても大丈夫なやつだ。まあ、とりあえず攻撃されるの怖いんでしっかりね、アイテムは割っておきます。さあこの赤コーラの壁だと誰も抜かせないっしょ。さあしっかりねダブルは割っていくと。オッケーオッケー、いいよ。さあキノコいるけど、まあさすがにあの人は抜かしたら防御持ってそうだよな。おお、赤コーラか。赤コーラさすがに怖いな。怖いけど今使わなくていいな。まあ投げ時をしっかり見極めていきましょう。さあしっかりダッシュして、まあ投げるならここかな。よいしょ。うん、まあ1位は泳がせておいてもいいんだけど、おお緑コーラか、運がいいね。いや怖いなこれ、マックスな怖いからちょいと警戒して、まあこれ1交換は後ろの攻撃が怖かったので、まあ後ろのねケアも兼ねての1交換。あーミスった。あやばい、これ止まられるかな。あー赤猫じゃない。オッケーオッケーオッケー、あの人止まんないね。おあーなるほどね、トゲ軽減してますね、さすがですね。これはおー俺濃いんだから、これ後ろが、おーよかった、カノキシトかわいそう今。あれじゃん、あのトゲゾウ受けた人、トゲゾウ受けた後にあれ持ってるけどクラクションかわいそうだな。どうせなら早めに引けたらよかったのにね、もったいないな。まあ、このね理不尽さがなんかもうマリオカートを、まあ、物語ってると言っても過言じゃないかもしれない。さあどうしようかな。これショートカットこらえたらちょっと無理かもしんないけど、来なければ俺の勝ち。お、やったー、間に合わなかったですね。オッケー、1位対戦ありがとうございました。さあ3レース目はヨッシーサーキットですね。ここはまあ例のごとく止まっていきます。さあジャンプジャンプで戻ってきて、しっかりアイテムを粘っていきます。よいしょ、これで、おいいね、ダブル取れてるけど、スターが出ないし、落ちる。その落ちるのはよろしくない。まあいいや、まあ落ちてもね、このゲームだったら、まあなんやかんやなる気がするので、まあここから頑張っていきましょう。まあやっぱね、下がったら下がっ
方で一番欲しいのは何かというと、やっぱりね、キラーなので、あ、怖い、怖いって言ってんじゃん。おお、スター、まあまあいいや。とりあえずこの金キノは、まあ、次のね、アイテム交換で粘るためにも、まあ交換しておきます。後ろの人キラー持ってんな。ってことはまあこのぐらいの距離でもキラーは全然、まあ出るっちゃ出るっていうのが、おお、出ちゃったわね。お、これいいな。裏に無敵引いてるのはかなり美味しいですね。まあでもね、サンダー引いてる、引ける距離にいる人がね、こうあんまいないから、もしかしたらね、振らないかもしれないんだけど、まあね、一応、まあ、入ってきますか。よいしょい。まあこれでちょっと前詰めて、まあ多分振らないと思うけどね。うん、まあ振ったらラッキーぐらいに思っておきましょうか。よいしょ、これめちゃくちゃ最後の人遅れてんな。これどうだろう。まあ一応入ってきますか。おー、強いなー、これ。この表テレサはかなり強いですね。これは前行っちゃいましょうか。よいしょ。おー、怖い怖い。おい、怖い怖い。はい、来たー、はい、来たー。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いい。シュッすまんやで。よーし、よしよし。いいよこれめちゃくちゃ強い。これはさすがに、もろたね。あとは、まあ、トゲゾウが飛んでこない限りは赤さんでもね、多分対応できるので、これはもろたでしょう。さあ、しっかりジャンプして、ほい、オッケー、いいよ、ドリフトもしっかり入れていくと。さあ、しっかり。ここはまあ、ダブル取らなくてもいいかな。あんまり距離がね、後ろの人離れてるんで、オッケー、オッケー、しっかりインついて、さあ、しっかりジャンプも決めて、はい、1位対戦、ありがとうございました。さあ4レース目は、おっと、動物の森の秋ですね。いや、各有僕、お、危ない、当たりそう。危ない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 、痛い、当たるんかぷー。まあしゃあない、それはしゃあない。ここはね、しっかりコインを回収しに行きましょう。ちょ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 、ほら、それは愛のコインや僕ね、まあ動森やってるんですけど、まあぼちぼちね、まあ進んでおりますまあまあどれぐらい進んでるかな。割とね、魚とかは結構釣るったりして遊んでますね。なんかね、ここ2日3日でね、2日ぐらいかな、2日でさ、なんか釣りめっちゃしてたんだけど、なんだろう、もう300匹ぐらい釣ってるんだけど、危な。なんかね、すごいことが起きてさ、なんかシーラカンスいるじゃん。なんかね、シーラカンスを何匹釣ったかな、なんかね、合計で5匹ぐらい釣ってさ、やばくないあのシーラカンス5匹も出てさ、マジでびっくりしてるんだよね多分ね、ま、画像に載せてんのは今ね、もう1匹寄贈しちゃったから4匹だと思うんだけど、いやマジでビビったよね4匹出てるの。あ、ちなみにさっき見せた写真のことを僕はね、シーラカンス電車と、ま、名付けておりますはい、という雑談をマジ、あー、交えていきたいなと言ったところ、後ろは赤コーラ持ってる気がするんで、まあ、これは一旦防御を狙うためにも、まあ、ダブルを割っておく。うん、どうかなこれ。うん、まあ、入れ替えてもそんな意味ないんだけど、とりあえず、まあ、回しておきたいので、ここでしっかりアイテムを入れ替えておきます。あ、赤コーラ飛んできたな。これ赤に怖いな、赤に怖い、めちゃくちゃ怖い。まあ、とりあえず前見ようか。赤コーラ飛んできた時は飛んできた時だって言うから、ほい、無理か無理か、ケツをつける。頼む。赤にやめて。赤にやめて。おお、よかったよし。よし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 。え、まさか。のーどうしようもないわ、それ。さあ、5レース目は、ヨッシーバレーですね。まあ、どうしようかな。これも前行ってもいいし、後ろ行ってもいいんだけど、まあ、まあ、無難に勝ちに行くなら、ここは後ろを下がりましょうか。まあ、ここら辺で、まあ、一発キノコを使って、多分裏にキノさん出るんじゃないかな。おー、スターか。スターは割とありがたいね。まあ、でもどこで使おうかな。まあ、次のアイテムも回していいと思うんで、まあ、アイテム回しながら、なんやかんややっていきましょうか。さあ、しっかりここのね、2枚のコインを取っていく。まあ、ああいうね、落としてるコインもね、しっかり回収するのがね、まあ、強いんで、まあ、おすすめです。ここの2枚、復活いいね。まあ、これは9割したいな。しっかり9割できるように。よいしょ、割っていきましょう。おー、裏が弱いなー、これ裏の木の位置が弱いんで、これはまあ次のアイテムも粘りましょうか。おー、危ねー、マジで危ねー最下位から飛んでくる赤コーラほど怖いもんはないわ。さあ、しっかりしっかりね、ここ止まっていきましょう。止まって、何が出るか。金キノは余計だ、いらないいらない。ゴー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 、まあ、これはちょっと使って、
どうしようかな、近畿の。近畿の難しいっすね。これ次の、なんていうかな、次の、あれでもいいんだよね。ショートカットのとこで使うのもありだから、まあ、それ狙いで行く方が、まあ、強いかなと思うので、まあ、それで行きましょうか。さあ、ガン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 、ここでまあ、いいアイテム。おお、強い！これは強いな。これは前行きましょうか。ガン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 と。前詰めて、無敵を持っていきましょう。危ない危ない。めっちゃ反射する。よいしょ、しっかりここ割って、いいね、5位でスター持ってるのは、まあ、かなり美味しいんじゃないかなと思います。あ、裏がちょっと弱いな。裏がちょっと弱いんですけども、振るのか、そこで。さすがにちょっとわかんなかったな。次振っても次かなと思ってたけど、まあ、そんなにね、まあ、ゲームはうまくいかないと。ここはしっかりね、ダブル割っていきます。やべえ、荒れるアイテム引いちゃったよ。ちょっとどうする？ちょっとどうする？それ。どうするそれ。まあ争う姿勢を持たないなら別に僕は全然いいんですけど、これでしっかり。危ないよ、そのボム危ないよ。おいダメーそれ痛い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 。いやもう一発痛い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 。いや一発ボム回避したからいけたかなと思ったけど全然あかんかったわ。さあ6レース目が、リボンロードですね。まあ、リボンロードは、まあ、全然前行ってもいいかなと思うので、まあ、最初キノコ引いたらね、これは前行きましょうか。ちょっと悪い実先生、押さないで押さないで押さないで。さあこれはまあキノコ使って前出ちゃいましょうか。よいしょ、これダブル割りたいけど、あー取れなかったし、めっちゃ軽いから飛んでいくし、危ない危ない危ない。ギリギリ耐えていくと、これどうしようかな。これはアウト取りましょうか。よいしょよいしょ。さしっくりジャンプ決めて、ジャンプ決めて、これ止まりたいんだけどな、正直止まりたいんだけど、やばい、それはやばい、危ない危ない、なんとか耐えていくと、どうしようかな。ほらファイヤーですよ、ファイヤーですよ、危ないですよ、危ないですよ。道を譲らなくていいの。おお、マジすりつけに来る、いいのそんなことして。ほらほらほら、怖くないのか。ファイヤーだぞ、譲らなくていいのか、譲らなくていいのか、ファイヤーだぞ。嘘ややられたわ。見せびらかすだけじゃ最近の人はビビらないね。しっかりね投げて、おいおいおい、めっちゃ攻撃される。ファイヤー持ってるだけでめちゃくちゃめった打ちにされるんだけど。そんなに怖い？もういいや、捨てよう。これ持っててもしゃあないんで、まあ、次のアイテム交換していきたいなと思います。まあ、ここは確実にショートカットしたいんで、まあ、キノコは使わずにいきます。さしっかりショートカット、危ない、それやばいな。最近の人は攻撃的だからなんかされるかもしれないし、ちょっと警戒で。まあ、ここはショートカットで抜かしていきましょうか。お、いいね、トゲゾウ飛んできましたね。当たるかな、当たんない、よーし、いいよ。まあ、これはしっかりショートカットしていきましょうか。どうだろうな、これ1位で、俺、おーラッキー、おいボム当たんない。当たんないって、これ俺が危ないパティンじゃないのこれ、大丈夫かな。さあ、おほほ、あー下ないのかよ。終わった。いや、これはちょクレバーに行こう、これクレバーに行こう。これはちょっとショートカット行かないと見せかけて、あーキノコ引きたかったんだけど、引きたかったんだけど引けないなら仕方ない。ちょっと前行かせて、オッケー、ほら、あー落ちたのが全てだったな、もうこれはしゃあないわ。はい、ご視聴ありがとうございました、バイバイ。Thank you.